中東街道からの富士山の眺めを紹介する宿場町のシリーズ最後は神奈川県保土ヶ谷宿です。保土ヶ谷は JR 横須賀線で横浜から一駅、正月の箱根駅伝の難所で有名になった権太坂の上り口にあたります。今では横浜の中心の一部です。1834年に出版された江戸名所図会には保土ヶ谷宿の風景が2枚描かれています。1枚は保土ヶ谷宿の中心部を描いています。のどかな風景です。もう1枚は片平川と片平橋、片平川は水運も行われていました。この場面は浮世絵にも多く描かれています。例えば有名な東海道53次りの保土ヶ谷宿もここが舞台です。どの絵にも富士山が描かれていないのは富士山がよく見える場所ではないということを示しています。もう一つ注目が副題の新町橋という名称です。保土ヶ谷宿は江戸時代初期の1648年に東に移動したとされています。現代の我々から見ると何もわざわざ隣の神奈川宿のすぐ近くに移動することはないと思われます。この宿場の移動の経緯は明らかになっていません。さて、テーマの富士山です。パソコンを使って富士山が見える可能性のある場所を示す富士山可視マップを作成してみました。赤紫色に塗られた場所が富士山が見える可能性があります。黄色い線で示す旧東海道をたどると宿場の出口である江戸方見附付近と上方見附付近で富士山が見える可能性があり、保土ヶ谷宿のほとんどは富士山が見えない場所であることがわかります。片平橋跡となっているのが江戸時代に片平川にかかっていた新町橋です。富士山見えません。上方見附付近では現在でも富士山を見ることができます。旧東海道の路上から富士山を見ることは難しいのですが、岩崎ガード交差点の保土ヶ谷歩道橋の上からだと本当にわずかですが富士山が見えます。肉眼では気がつかない人も多いと思います。100メートルほど離れた丘の中腹から見ると富士山がよく見えることがわかります。丹沢と富士山が並んで見える素晴らしい風景です。大きな建物がなければ旧東海道からも富士山が見えたのでしょう。さて、気になるのは富士山が見える可能性がある地域がもう一つあることです。保土ヶ谷元宿、つまり保土ヶ谷宿が移動する前の宿場町のあたりです。富士山の方向を矢印で示します。この場所では旧東海道が富士山の方向を向いていて、建物があっても富士山が見えた可能性があります。保土ヶ谷元宿は宿場町の中から富士山がほぼ正面に見える、これまで見てきた宿場町にはない特徴がありました。実際に歌川国貞の東海道権太坂の浮世絵では権太坂下を描いていますが、この絵では富士山が描かれています。権太坂の下、保土ヶ谷元宿付近で富士山が見えたのかもしれません。現在の東海道保土ヶ谷元宿付近では富士山は見えそうにありませんので、保土ヶ谷元宿から富士山が見えたかどうかの確認は残念ながらできていません。次回のまとめで富士山が見えない宿場町と宿場町の出口だけで見える富士山の意味について自分の考えを述べて終わりにしたいと思います。江戸時代の旅人のほとんどが男性で、富士山は女神様だったということも考察したいと思います。そして旅人を受け入れながら疫病や外敵を避けたい宿場町の宿命について検討したいと思います。これまで9カ所の宿場町で宿場の出口と富士山に関係があるということが見えました。次回、宿場町の出口で富士山が見えた理由を自分なりに述べて、宿場町からの富士見のシリーズを終わりにします。